南部地方は相当広い範囲にわたって満潮の時には海面以下となるので、保健衛生上からも下水道事業はおろそかにできません。市では4カ所のポンプ場を設けて排水に努めていましたが、最近京町ポンプ場が新たに完成して威力を加えました。土地より高い海へ汚い水を流し出すには、このようにいつもポンプが活動しているわけです。ポンプの能力を十分発揮させるためには、悪い水路の改修やゴミをさらうのに絶えず努力しなければなりません。下水にゴミは禁物です。